左右合作運動は、米軍政庁統治下の南朝鮮において行われた、中道左派勢力と中道右派勢力による、新政府樹立に向けた、政治運動である。1946年3月、前年12月のモスクワ三国外相会談で、発表された朝鮮新択統治案を具体化するために、米ソ共同委員会が開催された。 しかし、新宅統治下で設置する臨時政府を樹立するための協議対象に、新宅統治に反対する政党や社会団体を参加させるべきでないと、ソ連側と参加させるべきとするアメリカ側との意見が対立し、5月には決裂を余儀なくされた。また、当時の南朝鮮における各政党や政治団体も新宅統治をめぐって対立が激化しており、 その狭間で明確な立場を示せずにいた、米軍政庁は厳しい立場に立たされることとなった。膠着状態となる中で、民主議員副議長の金慶職と、朝鮮人民党党首の両運協は、左右両派の穏健な,な勢力が共同して、米ソ共同委員会の再開を促進すべきとして、左右合作運動を推し進めようとしていた。この動きに、米軍政庁は、 左右合作運動によって、米ソ共同委員会の再開を促すとともに、極右や極左勢力を孤立させ、中道派を中心とした新米的政権樹立が可能との希望から、この運動を積極的に支援することになった。軍政庁の保持司令官の政治顧問であったレオナード・パッチ,チュイの側面的支援によって、合作運動が推し進められ、数回に及ぶ、 左右両陣営の政治指導者からなる会議で意見交換を行い、1946年10月7日に左右合作7原則が合意され、左右合作委員会が発足した。朝鮮の独立を保障するモスクワ三国外省の決定により、南北を通じた左右合作で民主主義的な臨時政府を樹立すること、米ソ共同委員会継続を要請する。 共同声明を発すること。土地改革において、没収、条件付け没収、低減して算定された価格による買い上げなどにより、土地を農民に無償分与し、市街地の大土地及び大建造物を適宜に処理。重要産業を国有化し、社会労働法令を整備し、政治的自由を基本とする、地方自治体の確立を早急に実施。通貨並びに、 民政問題などを迅速に処理し、民主主義の建国事業の完遂に邁進すること。新日派民族反逆者を処分する条例を、本合作委員会で立法機構に提案し、立法機関による審議決定を経て実施すること南北を通じて、現政権下で検挙された政治運動者の釈放に努力し、合わせて南北左右のテロ的行動を即時に停止する。 要努力すること。立法機関においては、一切の機能と構成方法を、本合作委員会で作成し、速やかに実行に移すこと。全国的に、言論、集会、結社、出版、交通、投票などの自由を、絶対的に保障する、要努力すること。金広試験編著朝鮮韓国近現代史。 第2版1860から2005347ページ、左右合作委員会の項目に記載されている、左右合作7原則より抜粋した。合作運動を風刺する、漫画手を組む両運教と、近継職を、背後から、曲、曲者が妨害している。この、左右合作7原則は、朝鮮共産党や反民党など、 左右両派の主張を折中させたものであるが、大事主や資本家を支持基盤としている、反民党は土地の無償分配に反対、朝鮮共産党は7原則は曖昧な中間路線であると指摘し、反対姿勢を取った。そのため反民党や共産党は運動自体に消極的姿勢を取るようになったため、左右合作運動は次第に停滞するようになった。 そして1947年3月にトルーマンドクトリンが発表され、米国が対ソ政策を転換した上に合作運動推進者で中道左派勢力の実力者であったリオウン・キョウが同年7月に暗殺、米軍成長も左右合作推進から単独政府受立へと方針転換したため運動は完全に瓦解した。ありがとうございます。